ども、はじめまして、試験官の緑川と申します、主催、演出、脚本をしております、次回公演に出演させていただきます、役者のトロロアスカです、はい、次回公演、試験官の次回公演が、3月の13日から15日にウィングフィールドで、行わせていただきます、演目が回想戯曲という試験官の第1回旗揚げ公演で上演しました作品を8年ぶりに再演させていただくことになっております。見どころの方をトロロさんお聞きしていいですか。はい、記憶をどんどん遡っていくっていう、小学校中学校の頃の記憶を遡っていくっていう話なんですけども、一人が複数の役を演じたり、逆に複数の役者が一つの役を演じたり、あとは会話のパートもあるんだけどリズムパート、言葉の応酬のようなパートもあったり、一緒に記憶を遡っていくようないろんなイメージを一緒に膨らませていただける作品かなと思っております。もうほぼほぼ言っていただいた通りなんですけれども、その何でしょう、登場人物たちが、ターニングポイントに立っているという設定で、その人生の中である程度充足を感じていた時にふと昔のことを思い出して、ちょっと押し込めていた記憶を掘り返して改めて向き合わないといけないなと感じて向き合っていくという話になっております。舞台が2面舞台になって、ちょっと見せ方も面白い感じになってますので、ぜひよろしくお願いいたします。もう一度日付を言うと3月13日から15日です、一般前売りで2500円、25歳以下で2000円、高校生以下はなんと500円で見ていただけます。各回10席までとなっておりますので、ぜひお早めにご予約いただければなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。